ああ今日もアラームで起きて、逆ざまいの一日、朝練追い込んでおにぎり食べて、監督の授業はとにかく手を挙げ、基礎練だるいミニゲーム楽しい、みんなの前でする手本はミスリ、家で体感しながら合わし読んで、もうやっぱりサッカーが好きです。ああ今日も起きて走り込みの一日、朝から地味にきつい基礎練しては、マラソンでサッカー部に負けて煽られ、悔しくて誰よりも集中して走る、1秒速くなるたびに喜び、彼氏できないのは部活のせいにしとく、表彰台に立ちたいのです。ああ今日はおることでバスケ三昧の一日、いつもの外周の代わりで雑巾掛け、監督が来たら急に張り切って、スリー面のテンポずれないよ走り、連続で決まるまでもう一本言われ、シュート外すと仲間から怒鳴られ、声出してああ今日もテーピングしてバレー三昧の一日、レシーブ練習で腕はあざだらけ、サーブの最後はなぜかいつもミスり、ボール私は速すぎて難しい、顧問は100取れないの投げて送り、帰ってストレッチしながら配球読んで、試合で活躍したい。ああ今日も筋肉痛で野球部三昧の一日、朝筋トレして授業は寝て怒られ、生徒指導の先生は監督、走ってバット振ってノック受けて走って、練習終わりは鬼の食トレが、年に数回の休日はすぐ終わり、でも結局野球部が好き。ああ今日も日焼け止め塗ってテニス三昧の一日、ダブルスで公園にボール当てられ、向かい風で打ったサブが返ってくる、ボルトのサブのレシーブはうまくいく、わざと好きな人にボール転がし、拾ってもらえるように祈って走る、右手だけ太いのは嫌。ああ今日も無理やり目覚めてソフト三昧の一日、天気詳しい友達に予報を聞いて、好みのバットを急いでキープする、ボール磨きがなんかちょっと楽しい、スパイクから無限に砂が出てきて、顧問にグローブ貸すのは最悪、仲間といるのが楽しい。ああ今日も地獄の暑さでバード三昧の一日、陸上部と同じくらい走って、窓閉めて他の部の人に睨まれ、照明とシャトルがかぶって空振り、大体のミスはラケットのせいにする、ネット下のシャトルどっちが拾うの、バト部と呼ばれるのは嫌。ああ今日も仲いい仲間と卓球三昧の一日、反復横跳びと玉拾いしんどい、卓球練習で玉出しの画面当てて、先輩に勝つと気まずい空気が、自分だけのオリジナルサブを作り、試合ではミスが怖くて無難に他の部に舐められるの嫌。ああ今日は体育館でハンド三昧の一日、テーピング巻きすぎて指が赤くなって、受け身の練習部してあれこれ何部、服に臭い松屋について泣いて、スカイプレイ決まってもないクラス、似てるのにバスケはうまくできない、送球部はハンドです。ああ今日も喧嘩ばかり、吹奏楽部での一日、文化部なのに運動部並みに走り、顧問が来た途端に吹き始めて、合奏前にリードかけて心が折れて、全体練習やり直し続いてはない、唇がビリビリ、リップは熱くなり、ガキには名前つける。ああ今日も服を脱いで水泳三昧の一日、プール掃除という名のイベント終わり、今日は筋トレそれせずにひたすら泳ぐ。日焼けがパンダみたいになってはずい。タイム落ちるからとか先に視されこんな伸びを縮めるため無駄げすり。じゃまずは演奏のせいです。ああ今日も服着替えて剣道三昧の一日。夏は暑かったのに冬は足凍る。防具をつけるけどどうも面目臭い。ファブリーズかけて余計に臭くなって皮めくれて豆できてあざできた。一瞬で日本勝ちした時はたまらん。ラスト一本は信じない。ああ今日も日焼け止め効かない。ソフトテニスの一日日差しが眩しくてボールが見えない。かしたラケットが地面と擦れてミスると涼しい顔でガッと調節。先輩に肩サーブで煽られて靴下から大量の砂が出てくる。なんだって実力わかる。ああ今日も不女子がいっぱい。美術部の一日絵を描くの2割喋るの8割。男子はスパタリングでふざけ合い。気がつけばみんな絵の具つきまくり。絵は好きだけど別にうまくないからなんか書いてと言われるの困るの。成功像に名前つける。ああ今日もスニーカーズだらけ。柔道三昧の一日。天気とか関係ない毎日練習。体験の時と顧問の態度が違う。スピード打ち込み投げ込みが地獄。打ち込みで疲れたら大内刈り。声で威嚇してたら喉つぶれた。強さは組んだらわかる。ああ今日も無意識に踊ってる。ダンス部の一日たったらパッパッパから始めようで伝わり。発表会前に絶対膝に青たんできて。一日休んグループからはぶられ。文化祭は主人公気分で楽しい。何年か前の動画は恥ずくて見れない。無限に続くラスト1回。ああ今日もマイクはベコベコ。軽音部の一日モテると言われて入ったけどあれ嘘だ。ギターとベースは背負って帰るけどドラムはバチだけでなんか寂しい。合わせたいのに人が集まらない。やりたい曲ができる曲じゃないの。エフェクターに感動する。ああ今日もビブス洗ってる。マネージャーの一日坊主。頭だけで識別可能。いつの間にか選手と変わらない日焼け。夏は水分補充が追いつかない。テーピング巻くのは誰よりも上手くて少しつけるのは難しい。